ラムタラ。ラムタラ、1992年2月2日から2014年7月6日は、アメリカ合衆国で生産され、イギリスとアラブ首長国連ポードバイで調教された、競争馬。イギリスと日本で種ボバとしても強要された。1994年にデビュー。初戦を勝利した後、翌1995年春に、長期休養明けで、 イギリスのクラシック競争、ダービーステークスに優勝。その後夏から秋にかけて、コバ、4歳以上馬を交えた、イギリスの最高格競争、キング・ジョージ6世・ロクンクイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークス、以下、キング・ジョージと、キジツと、同様のフランスの競争、外戦文章を、無敗のまま制覇し、1971年の、ミルリーフ以来、 史上2頭目のヨーロッパ三大競争完全制覇を達成した。通算成績は4004勝。競争場引退後はイギリスで種ボバ入りしたが、1996年に日本の生産者団体が3000万ドルで購入し、日本へ導入されたことで、競馬を離れた一般の樹木も集めた。しかし期待された産区成績は上がらず、2006年に24万ドルで、 イギリスへ買い戻され、以後は同地で寄生を送った。場名はコアラビア語とされるが、訳は定まっておらず、英語ではインビジブル、目に見えないもの、日本語では決して見ることがない、神の見えざる力といったわけがある。また、石川渡るは無敵、インビンシブルという意味であると紹介している。管理長教師の殺害や自身の生命の危機の克服、 その戦績と場名との連想などから、日本においては、奇跡の名馬、または、神の馬とも紹介された。1992年、アラブ首長国連邦ドバイの王族モハメドビンイコール、ラーシド、アル・マクトゥームが、アメリカ合衆国ケンタッキー州に所有する、ゲインズ・バラ・ファームで生産される。父・ニジンスキーは1970年のイギリス産冠馬で、 あり、守護馬としても数々の活躍馬を輩出していた。母は1989年のオークスを2位入選からの繰り上がりで優勝したスノーブライド。ニジンスキーはラムタラ誕生の2ヶ月後に老水で死亡し、その最終世代の産区となった。翌1993年7月、マクトゥーム一族所有馬の先属調教師の一人であったアレックス・スコットに見染められ、 同年冬には、イギリスニューマーケットのオークハウス級舎に移動した。その後、モハメドのイサーイド・マクトゥームの所有馬となったが、サーイドは18歳の学生であったため、実質的な所有はモハメドが創設した競争馬管理組織ゴドルフィンレーシングが行った。スコットのアシスタントを務めていたデイビッド・フィップスによれば、入級当初のラムタラはオンで、優れた馬ではあったが、 外旋門章などの大競争を制すると予感させるほどではなかった。しかしスコットはその素質の高さを確信し、本格的な調教が始まった頃には、妻ジュリアに対し、ダービー場になると予告していた。初戦は1994年8月、安城にスコットの友人でもあるウォルター・スウィンバームを廃し準重勝戦のワシントンシンガーステークスで迎えた。 スタートから行き足が鈍く、最高峰からのレース運びとなり、最後の直線でも伸びを見せなかった。しかしスウィンバーンがムチを入れると鋭い反応を見せ、先頭を行くヒンバマイフェアを三、四馬身差し切って、初勝利を挙げた。スウィンバーンは、若駒にムチは使いたくなかったが、仕方なかった。このままでは困ったことになると思ったのですと、解雇している。この勝利の直後、 スコットはブックメーカーに赴き、ダービーに向けたラムタラの前売り単勝馬券を1000ポンド購入した。競争後も日ごとに動きが良化し、旧車内でも特に優れた馬と見られ始めた。その後は秋に向けて調整が行われていたが、調教中に捻挫を起こし、以降のシーズンの出走を見送った。この後、冬場の調教に備え、ラムタラは温暖な。 ドバイのサイードビンスルール厩車へ送られた。春には戻ってくるという約束があったが、ジュリアによればスコットはラムタラを連れて行かたことに不満を感じていたという。9月30日、ゴドルフィンのスタッフがスコットの厩舎を訪れ、ラムタラともう一頭ドバイに送られていた、玉スが戻ってくるとスコットに伝えた。スコットはこれを大いに喜び、アシスタントのフィップスに対し、すごいぞ。 両方とも戻ってくるぞと伝えた。その後、旧車の庭師を伴い、かねて、スコットと居かいが絶えなかった、旧務員、ウィリアム・オブライエンへの解雇通告に向かった。そして、フィップスとの会話から約1時間後の午後6時10分、スコットは逆上したオブライエンに、物置内で銃撃され死亡した。38歳であった。調教師を失ったラムタラは、そのまま、 サイード・ビンスルールの管理下へ移った。10月18日には、スコットの追悼式が行われ、挨拶に立ったスインバームは、私たちに現在できることは、ラムタラがダービーに勝ってくれるように、願うことしかないのですと語った。翌1995年3月、ラムタラは突如として、肺の感染症を患い、一時は生命を危ぶまれる、重篤な状態に陥った。 しかし、当時最新の獣医療技術を集積したドバイ、バジ病院に入院し、一命を取り留める。ゴドルフィンのスタッフは、ラムタラの戦線復帰を、シーズン後半と見込んでいたが、モハメドは、ダービー出走を計画し、回復から間もなくして調教が再開された。クラシック初戦、2000ギニーが行われた頃に、イギリスに戻り、サイード・ビンスルールが、ニューマーケットに置く旧車に入った。 以後調教が進められ、3歳の初戦として、直接ダービーへの出走が決まった。ラムタラの調教パートナーも務めたベッドオりに起乗した、ランフランコデッドオりは、その時のラムタラの走りからダービー勝利の見込みは薄いと感じたといい、デビュー以来キャリアがない点や、廃病で調教も不順だったことから、ラムタラのダービー出走が決定された時には、皆本当に気が狂った。 としか思えなかったと語っている。なお、デッドーリは、ゴドルフィン所有場のタムレに騎乗してダービーに臨んだ。ダービー当日は、前走の2000ギニーまで、無敗の6連勝中であった、ペニカンプが15頭立ての1番人気に支持され、ラムタラは6番人気の評価であった。競争前、スインバーンは道中で、3番手か4番手を進むよう、支持を受けていたが、 ラムタラはスタートから行き足がつかず、後方からのレース運びとなった。最終コーナーから最後の直線に入ると、並走する馬や失速してきた先行馬に包まれる形となり、一時進路を失った。しかし残り2波論、約400メートルから馬場の中央に持ち出すと、先行前を急追し、先頭を走るたムれから6馬進半の差をゴール前で、逆転。 同馬に一場審査をつけて優勝した。総破タイム2分32秒31は、1934年にマームードが記録したタイムを一挙に1秒半短縮すダービーレコードであり、20年前にバスティノが記録したコースレコードも1秒短縮するものだった。過去一戦のキャリアでダービーを勝ったのは、ボワルセル、1938年、モーストン。 1973年に続く3頭目、19世紀に存在したダービーが初出走という馬を除いては、2歳児からの休み明けで勝ったのはラムタラが史上初めての例となった。競争後のインタビューでスウィンバーンは次のように語った。また、ダービー出走の判断とドバイ経由の調教の正しさを証明する形となったモハメドは、この馬をここに連れてきて勝ったことは、 自分の服飾の馬が4回ダービーに勝つよりも大きな喜びを与えてくれましたと述べ、また、もし、アレックス・スコットがここにいたならば、はるかに幸せだったでしょうとも語った。スコットが生前に勝っていた、ラムタラの単勝馬券1000ポンドは、規則では購入者志望のため無効となるものであったが、購入を受け付けたブックメーカーのラドブロークス社は、特例として有効と認め、 ジュリア・スコットに3万4000ポンドの配当金が支払われ。なお、名義上のみではあるものの、場所のサイードは、この勝利で、史上最年少のダービーオーナーとなっている。自走は、アイリッシュダービーに登録。ここまで6005勝、全王の3歳馬で最高レートの130ポンドの、レーティングを与えられていた、ジョッケ・クルブ賞、フランスダービー優勝馬、 セルティックスウングとの対戦が注目を集めたが、競争直前に右後ろ足を捻挫して出走を回避。変わった20日後のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスに登録した。競争の3日前、ラムタラの機種がラン・フランコで通りに変わることが発表され、イギリス国内で大きな反響を呼んだ。ラムタラの電気を執筆したローラ・トンプソンは、 当時の状況を次のように伝えている。モハメドは、騎手を選ぶ、決定権は馬手にあると語り、ゴドルフィンのレーシングマネージャー、サイモン・クリス・フォードは、フランキー、デッドオリは、旧社の騎手なので、乗ってもらうことにしましたと語ったのみであった。スウィンバーンは、この件について、一切の不満を漏らさず、それでいいと思います。これからは、デッドオリで勝ち続けてほしいし、 心から応援したいと語った。でっとりは、後に辞書において、ラムタラに起場できるだけでも嬉しかった僕は、起場依頼を即座に受けたものの、もし負けでもしたら、ウォルターだったら、勝てたのに、と言われるだろうとも考えたと、当時の心境を改装している。当日は七頭立てで、ラムタラは一番人気に支持された。スタートが切られるとラムタラは二番人気のペンタイアと、 並んで最後方を進んだ。デッドオリは、残り4波論、約800メートル付近からスピードを上げようとしたが、ラムタラは、デッドオリ外としたほど合図に応えず、ペンタイヤが先に先段へ上がっていった。最終コーナーでは内側を走っていた、エンバイロメントフレンドと接触して、外に引かれたが、この瞬間から、ラムタラはスパートをかけ、ペンタイヤと並んで最後の直線に入った。直線では、 ペンタイヤ、ストラテジックチョイスと激しく競り合った末、ゴール前で首さ抜け出して、これを制した。ダービーとキング・ジョージを無敗のまま連勝した馬は、父にジンスキー、1970年、ナシュワン、1989年以来、史上3頭目であった。デッドオリバ、ペンタイヤとの競り合いをボクシングに例え、パンチを受けてもノックアウトでやり返すラムタラ、真のプロボクサーだと称えている。 その後しばらく出走することはなく、10月にフランスの最高格競争とされる外線門賞に直接出走した。デッドリバ自身が起乗して前哨戦のホワ賞で2着となっていたバランシーン、ゴドルフン所有とラムタラのどちらに起乗するかを迷っていたが、モハメドに相談した際にラムタラを手放すなと助言され、ラムタラを選択した。バランシーンの暗状には、 デッドーリに代わってスインバーンが据えられた。競争当日は、フォア賞を制した前年度優勝馬、カーネギー、デビュー以来の連勝中のスウェインなどが揃う中、一番人気に支持された。レースでは、コースタートから初めて先行策を見せ、ペースメーカーのルソーに次ぐ2番手を進んだ。レースはそのまま推移したが、デッドーリは、スローペースによって、優れた瞬発力を持つ馬に、 直線で一気にかわされることを危惧し、全体のペースを上げるため、ロンシャン競馬場特有のフォルスストレートからスパートをかけた。最後の直線半ばでは上がってきたフリーダムくらいに首様で迫られたが、ラムタラはそこからサイドの伸びを見せ、ゴールでは同馬の追走を一馬身振り切って優勝。年の優勝馬ミルリーフ以来、史上頭目、無敗馬としては、 史上初の欧州三大レース。日本のみヨーロッパ三冠と呼ぶ完全制覇を果たした。競争後、デッドウリは涙を見せながら、この馬はライオンの心臓を持っている。我慢し全力で走り、戦った。これまでで僕が知っている最高の馬だと語った。その後は、小国アメリカのブリーダーズカップターフに出走するプランもあったが、 レース間隔が短かったために出走を見送り、競争を10日後の10月11日、競争生活からの引退と種ボバ入りが発表された。1ヶ月余り後には、ヨーロッパの年度表彰、カルティエ賞の選考結果が発表されたが、ラムタラは最優秀3歳ボバに選出されたものの、年度代表馬は、マイル戦線で、GI 競争4勝を挙げた、ン馬、 リッチウッドパールが選出され、論議を呼んだ、口述。ランフランコデッドオーリは、ダービー、キング・ジョージ、凱旋門章の三競争を全勝することは、競馬に関わる者が等しく抱く野心であるとしている。しかし、ラムタラは、実際に、これを、無敗のまま全勝したにも関わらず、出走回数がわずか四レースと極めて少なかった、こともあり、 年度代表馬に選出されなかった。カルティエ賞の結果を報じたタイムズは多くの場合は最高の馬にはカリスマ性がある。しかし時にはそうならないこともあるのだろう。今回のカルティエ賞はそれを知らしめる最高の事例となったと論評した。各競争に対する評価、レーティングも低いものであった。ダービー優勝に対して与えられたレート123ポンドは 1969年のブレイクに依頼となる低評価であり、キング・ジョージ優勝時の124ポンドは、前年優勝のキングス・シアターを2ポンド下回る、過去10年間で最も低い評価だった。外戦門賞を経ての最終的な評価は、ヨーロッパ超強馬で最高の130ポンドあったが、これも前年のバランシーン、頻馬と共に10年間での最低評価であり、 アメリカの年度代表がシガーを2ポンド下回っていた。イギリス競馬委員会 BHB はラムタラの勝った3つのレースにはトップクラスの馬が出走しておらず、したがってキサを考えるとラムタラを最高にランクすることはできないとした。キサという点についてデッドオリはみんな本当に心が狭い。外戦門章でも1着と2着との間のキサしか見ていない。でも、 全体を見て欲しいよね。一着から最後尾までの喫茶は80馬身もあったのだ。中略ランド、ストラテジックチョイス、カーネギー、バランシーン、みんなずっと後方だったんだ。ラムタラがいかに偉大であるかは、それがはっきり示していると反論している。またデッド通りは、ラムタラのレーススタイルについて、喫茶をつけないで勝つ。それが、ラムタラさ。彼は競馬を楽しんでいるし、 貴差をつけないで勝つことが好きなんだ。弱い相手でも、やっぱり差をつけないで勝つだろう。挑戦することが好きだし、格闘することが好きなんだ。変わった奴だよとも評している。低評価の背景には、イギリス系ばかりで急速に勢力を拡大する、マクテーム一族への反感が作用したとの見方もある。ローラ・トンプソンは、ラム・タラが、年度代表馬を逃した背景には、 マクトゥーム族への嫉妬があるとし、イギリスの競馬関係者にとって、マクトゥーム一族が、石油の海に浮かび、次々と成功を収めていく、外国人、何を考えているかわからない、気難しき外国人であったのに対し、リジウッドパールを所有する、コフラン夫妻が、普通の人たち、高官の持てる、アイルランド人であったことが影響を及ぼしたと、論じている。さらに、 日本人機種に伴っての統合経験が豊富な日韓スポーツ記者の松田隆はリッチウッドパールがロンドンのダブルデッカー2階建てバスならラムタラは米国で作られた日本車ぐらいの違いがあるとしイギリス人がアメリカ人ほど他人種に寛容ではないとした上でそんな事情がどこまで影響したかわからないが全く無関係であると断言できないのが悲しいと述べているまた サラブレットビジネスラムタラと日本競馬の著者エズラ・ヒロシナリはオイルマネーを後ろ盾にしてヨーロッパの大巣を勝ちまくるマクトゥーム一族を目の当たりにしたときイギリス貴族にはかつてペルシャ湾でも多いを振るった海賊を見るような思いがしたかもしれないそう考えればドバイの馬に対するイギリス競馬界の冷ややかな態度も少しは納得できると述べている 外専門賞の前に、アメリカの生産者から1800万ドルで、購買の申し入れがあったが、これは成立せず、競争場引退後は、ゴドルフィンがイギリスに所有する、ダルハムホールスタッドに入った。初年度の種付け量は3万ポンドに設定され、外専門賞優勝品は、アーバンシーなどを含む56頭への種付けが、行われた。このシーズン中の5月末、 日本の生産者団体 JS より2000万ドルでの購買が打診される。この申し入れは拒否され、6月にも2500万ドルでの交渉があったが、再度拒否となった。これを受けた6月23日、日本では8名の生産牧場代表を中心として会議が行われ、ラムタラの適正な購買価格、資金の回収方法等の方策などが話し合われた。この結果、 三千万ドル、約三十三億円。当時を五回払いという条件で三度目の交渉が行われた。返答を待つ間の6月28日には、この交渉がスポーツ新聞に漏れて記事となり、一株二等の種付け券で40株を予定していたシンジケートに対し、当日のうちに100件を超える問い合わせが寄せられた。そして7月2日、ドバイ側より、 3000万ドルを一括払い、モハメド殿下に、毎年五等分の無償種付け券を、付与という条件で、売却の意思が伝えられた。この条件で交渉が成立し、7月10日、ダルハムホールスタッドで契約が行われた。この時、スタッド職員は、本当は売りたくないという意思を示すため、契約書類への記入に際して、インクが出ない、ボールペンを渡したという。 JS 代表の矢野秀春によれば、スタッドの関係者はラムタラを売ることを絶対に言いがるという予測から JS はスタッドマネージャーを避け、レーシングマネージャー、競争部門責任者を通じて交渉を行っていた。イギリスにおいてラムタラ売却が報じられると日本人が金の力に物を言わせて名馬を買いあさるという旨の批判的な記事が雑誌や 新聞市場に相次いで載せられた。また、1980年代のバブル景気の頃より、数々の名馬を日本へ手放したアメリカにおいても、同様の非難の声が上がり、日本国内でも一部の競馬評論家がイギリスに止めるべきとの批判を行った。契約直前に決定されていた新ケ計とは、2頭の多熱欠検を付与した1株が1億800万円。 総株数41で総額44億2800万円というものであった。日本国内では1990年にアメリカから輸入されたサンデーサイレンスに対して組まれたシンジケート額24億9000万円をはるかにしのぐ史上最高額のシンジケートであった。この輸入は競馬サークルのみならず一般の関心も集め10月4日の ラムタラ成田空港到着時には、その戦績と高額の新ケーと紹介とともに、一般ニュースでも報じられた。当時の日本競馬会においては、国内最大の生産組織、社大グループが所有するサンデーサイレンスの産区と、日本国外で生産された外国サンバが大きな勢力を占めており、馬を売って、生計を立てるマーケットブリーダーが集まる北海道、日高地方においては、 馬シに対するコマーシャル面で強い訴求力を持つ独自の存在が求められていた。外国サンバに対する出走制限の緩和も急速に進んでいたことから、矢野はただ生還していては未来はない。思い切った策に出るしかなかったんですと語っている。発起人の生産者8名の間では、ラムタラが3000万ドルに値する名馬であるという見解で一致し、また円高であった。 当時の経済状況を逃せば、同じクラスの馬は二度と導入できないのではないかと、見通しもあった。俗にあった、サンデーサイレンス、社会に対抗するためではないかとの見方について、矢野は、サンデーは、お金を出せば、誰でもつけられますし、事実、静内の生産者の多くがお世話になっています。サンデー憎しという気持ちはありませんと、これを否定した。 1999年にヨーロッパにおける初年度3区がデビュー。この中からはアイリッシュオークス2着、エプソムオークス3着のメリカーが出た。日本では日高の生産者を中心に数々の実績は、両欠馬を含む112頭を初年度の後輩相手に揃え2000年に87頭がデビューした。2002年にミレニアム鈴鹿が阪神ジャンプステークス、 名称ラムセスが、富士ステークス2 0 0点二零零4年に、マルカ占領が名古屋大商店、カキツバタ記念と、それぞれ重賞に勝利した。しかし、GI 戦線で活躍する馬は、現れず、以後の世代からもダートグレード競争や、地方競馬限定の重賞価値馬を、散発的に出すに止まった。種ボバランキングの最高位は2003年の16位。 ジャビス集計文であった。気象難や巨弱体質などの欠点を持つ産区が多かったとされる。2006年、ラムタラはイギリスに売却されることとなった。売却額は24万ドル、約2750万円。当時で購入額3000万ドルの100分の1未満であった。以後は、ダネボバを引退して、イギリスのダルハム法師ス,スタッドで予定を送り、 2014年7月に22歳で死亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。